こんにちは。ご飯と花子読みチャンネルへおいでいただきありがとうございます。遡ること半年ほど前、亡くなった父の不動産を相続し、荒れ果てた広大な土地と古びた家の管理をすることになりました。とはいえ、私は定年夫とアラサー息子との3人家族、週末ごとに行ったり来たりの二重生活がスタートしました。心よく了承してくれた家族に感謝しながら、できるところからマイペースで少しずつ手入れしていきたいと思います。Thank you.
散歩キッチンさんから素敵なショート動画が届きました。その日の夕方、夫はまさにネイビーブルーのリボンでまとめた大きな花束を抱えて帰ってきました。こんな感動的なサプライズをしていただけるなんて、 YouTube をやっていて本当に良かったです。この場をお借りして感謝いたします。